どうも、ゴジャゴジャ坂です。最新108巻の SBS でミホークについてとんでもない情報が明かされました。今回はミホークの新たな情報から見えてきたミホークの過去について話します。それに付随してくるおもろ話も挟み込んでます。一旦火曜からの毎日投稿終わりですけど、明日ももしかしたら出すかもです。いきます。その SBS ざっくり読み上げると、ミホークは昔海兵狩りと呼ばれていましたが、ミホークが桜花七部会に加入したのもこのことが関係しているのでしょうか。このかなりストレートな質問に対して小田先生は、ミホークは海兵を恨むような過去と大きな裏切りに遭ってきた人なんです。だから孤独という意味で人を信用しないクロコダイルと同類ですし、もう人生に疲れちゃってるとこあります。七部会は少なくとも海兵に追われないという意味では平穏なので加入したんだと思いますが、その居場所を失ってしまった今、バギーの影に隠れることを思いついたのです。小田先生は全部知ってるのにあくまで客観視で答える、 SBS 特有のむずがゆさがありますけど、回答されてるってことは相当量似た質問が来たんでしょう。でもここまで来てもはっきり明かされてないってことは、もう一切明かされないか、もしくは今後書かれる何らかの衝撃があると考えられます。単純に文章から読み取れることとして、海兵を恨むような過去、大きな裏切り、ここが新情報で、この2つが起こった出来事として存在するんだと思います。ミホークは信用する人からの裏切りにあって人間味をなくしたんでしょう。ゾロがミホークセラヒムと戦った時、よく見りゃお前の方がいくらか人間味があるなって言ってたのもそこに繋がる。元から性格として冷静ではあるけど、裏切りに遭う前の子供時代の方がまだいくらか人間味はあると。じゃあおそらくその裏切られ経験はもうちょっと大人になってからの話。ミホークは一人だけの海賊で、そんな人他にいない。他人を信用できないクロコダイルですら会社組織として動いていた。つまり元々何人かのクルーで動いてたけど、そのメンバーに裏切られたのかなと想像できる。じゃあどんな裏切りにあったのか。今回の動画の一つの結論を言います。ミホークは仲間に裏切られた結果、背中に傷がある。これです。この仮説、順を追って説明します。ミホークといえば七部会。初期の七部会ってのは、ある程度のまとまりを持って設定された集団なんですよね。全員動物の名前が入ってるって点で統一されてたり、有名なのは小田先生が好きなゲームのロマサガ2の中に出てくる七英雄っていうボスキャラたち。これが各キャラに要素として当てはめられてるんですよね。もちろん七英雄は古代人の設定で、七部会が古代人なわけないんで、オマージュのさじ加減は小田先生次第ですけど、これが反映されてるのはほぼ 100% だと思います。ここにざっと出してますけど、全部話すと説明長くなるし、いろんな人が過去にまとめてるんで、気になる人は七部会七英雄で調べてみてください。縦軸で七英雄を割り振って、例えばハンコックなら中国とか、モリアならゴーストとか、ドフラミンゴならスペインとか、横軸はその船長に沿って構成されたと思います。で、背中に見られたくない傷ってまるで、ハンコックを思い出しますよね。ルフィが弱みで見ちゃった、天竜人に焼き付けられた、誰にも見られたくない焼き印。ロマサガ2の中の、ミホークに当たるキャラと、ハンコックに当たるキャラは、兄弟関係なんですよね。もちろんミホークとハンコックが実の兄弟ではないと思います。一個例を挟むと、光月おでん、おでんはおそらく織田信長が一つのモデルになってる。尾張のうつけ者なんて呼ばれてて、歩きながら物を食べてた礼儀良くない破天荒、そんなぶっ飛んだエピソードの多い戦国武将。おでんも同じくぶっ飛んだエピソードだらけで、おでんのモデルの一つが織田信長。オダーの田んぼのターをデンって読めば、オデンになるのも偶然じゃないと思います。で、そんな織田信長の実の弟が、織田勘十郎信行。この勘十郎と呼ばれる人は、信長に反逆して処刑されたんですよね。つまりこれが裏切りの勘十郎になってるんやろなって思うわけですけど、ワンピースの中では、兄弟関係じゃなくて、主君と家臣の関係に置き換えられてるんですよね。そんな感じで引用元を使いつつもどうずらすかは作者次第。だから事前に考えるのっていうのは難しいんですけど、話を戻してロマサガ2のミホークとハンコックは兄弟関係。じゃあワンピースにおいても兄弟じゃないにしろ似たような設定で作られてるんじゃないかっていう発想です。頂上戦争で白ひげと戦うことは承諾したがって、二人とも全く同じ表記で同じセリフを言ってたりとか、
ルフィのことをちゃんと認めてたりとか、強さに圧倒的な自信があって、それを自分で誇示するところとか、似たような部分が多い。他にもあります。ちょっと入り組んだ話するんですけど、ハンコックは天竜人に恨みがあるのに、明ヶ島でやってることはまるで天竜人レベルの横暴さ。小動物を蹴り飛ばす。子供が作った像を潰す。ミホークもそうです。僕の考察では、ミホークは天竜人生まれで幼い時に天竜人から逃げ出した人間だと思ってます。それがゴッドバレーの時で、ゴッドバレーのターゲットはラビットって呼ばれてて、ミホークの有名なセリフといえば、ウサギを狩るのに全力を出す獣とは違う。これは明らかに人道外れた狩りを5歳の頃に目の当たりにして、5歳ながらそれに強い違和感を覚えて政府に不信感を抱いた。そして逃げ出した。そんな痛烈な原体験がミホークの中にある上でのセリフだと思ってます。なのに、暇つぶしで雑魚を蹴散らしたりとか、虫けらの顔など覚えちゃいないって発言。サターンが何回も虫けら発言してますけど、それと同じように人を見下してる。ハンコックもミホークも、天竜人を嫌いながら天竜人ばりに偉そうにしてる。ただハンコックの場合、ニョンバーが言ってたように過去の体験から感情が氷のようになってることがわかります。ミホークもそうでしょう。二人とも壮絶な原体験、過去の経験がゆえに感情が氷のようになってるから虚勢を張ってる。こんな部分も見せて書かれてる。わがままなプリンセスのペローナになんやかんや優しくしてるミホーク、それもわがままな姫、ハンコックをリンクさせる構図になってるのかなと思いますし、ミホークはドラキュライメージ、ドラキュライコール竜の子なんで天竜人の血を引いてるんじゃないのかっていうのもあって、ドラクルイコールドラゴン、蛇なんですよね。ゾロに言わせるとうねうねしたもの。ハンコックは蛇姫なんで、その竜、蛇イメージも共有しててとか、とにかく見つけ出すと被る部分が多いぞってなってくる。じゃあ尿ヶ島での一番の盛り上がりと言ってもいい、ハンコックの背中に見られたくない紋章があるなら、ミホークも背中に見られたくない傷跡がある。ここもつなげれるんじゃないかって話です。ハンコックはサロメとは別に2体の獣を従えてますが、一方はバキュラっていう黒ヒョウ、もう一方の鳥は一切名前も明かされてないのに表紙にまで登場してる。こいつもハンコックとタカがセットってことを表してるんですかね。ハンコックは背中の天かける竜の蹄、爪を隠してる。ミホーク、タカの目、ノーアルタカは爪を隠すってことでしょうか。ミホークは背中に傷があるって言いましたけど、背中の傷は剣士の恥ですよね。それをゾロに言われて見事と称賛しました。ミホークは今まで何人もから決闘を挑まれてきたはずで、その中の一人に過ぎないゾロに対して、この俺を超えてみよロロノアと大絶賛。もちろんゾロの秘めたる強さをミホークが察してた可能性は大いにありますけど、ゼフが鷹の目のミホークにここまで言わせるとはって驚いてたことを考えると、背中の傷は剣士の恥だの心意気に感化された可能性が考えられる。一つは海兵を恨むような過去、二つは大きな裏切り。例えば仲間が海兵に嘘を吹き込まれてミホークを裏切った。その時に背中を切られた。背中に傷がないキャラといえば白ひげですよね。白ひげも頂上戦争でスクワードの裏切りに遭いました。でもそれを許しました。ミホークはそれができなかったんじゃないですかね。だからこそ仲間もなくしたし、海兵を片っ端から買っていった。十字架を背負う二人が表裏一体で書かれてるんだと思います。どっちも自分の首を狙うやつに似た言葉を残してる。白ひげはエースに対して、そんなに急いでどうする。ミホークはゾロに対して、生き急ぐな若き力を。ミホークは四皇になれる実力は十分にあるけど、その器じゃないんだと思います。敵はもちろん仲間も信用できなくなって人生に疲れてる。それで白ひげと戦うことになったとき、推し量るだけだ。近く見えるあの男と我々の本当の距離を。この本当の距離こそが戦闘力以上の器の大きさ。人の上に立つ人間の資質なのかなと思います。この海において最も恐るべき力。能力や技じゃない。その場にいる者たちを味方につける力。これがないからこそ、今はバギーの影に隠れてるんでしょうね。
白ひげとの表裏一体っていうところに当てはめても、ミホークの背中に傷がありそうな気配が見えてくる。最後にもう一つ、初期の七部会はある程度のまとまりを持って設定された集団。その一つとして全員心と体に傷を持ってるんじゃないでしょうか。政府に加担する海賊なんで、それぞれに複雑なストーリーがある。持ってきた傷がある。ハンコックは背中の焼き印がコンプレックス、クロコダイルは顔の傷、クマは全身にメスが入ってる、ジンベイは見てもらったら分かる通り左目の傷と一応胸の焼き印もある、モリアは体の前面の変な縫い目。じゃあミホーク、目立った傷が確認できない。今回の話を全部ひっくるめて、ミホークは背中に傷を背負ってるんだと思います。そう考えると一個気になるシーンがあって、ミホークにクロスギルドの話を持ちかけたクロコダイル、あれは海兵狩りの過去やミホークの性格を理解した上で同類としての勧誘でしたよね。その駒の構図、もしかしたらこれミホークの背中の傷を見てるかのように書かれてるんじゃないですかね。どうなんでしょう。七部会の傷、しれっとドフラミンゴは飛ばしましたけど、おそらく目の傷でしょう。サングラスが外されたところが一切書かれない。右目は書かれたんで左目に傷があると思います。そのストーリーも気になるところですが、今回は以上です。おしゃべり。